こんにちは <laughs> やっと見つけたお姫様みなさん、こんにちは <laughs> ひーちゃんは、すごく、テンションが上がってます。えへへ、T シャツでーす。どうですか似合ってますか <laughs> よく頑張ったああ猫よありがとうリコーサラビューパムあんまいらないからえティ T シャツくださいあげません <laughs> イエーイ明日はオンラインだから響きないんだけどそうだよオンラインだよ明日はすごく嬉しいです嬉しい嬉しい初日で泣いてしまった嘘夢は 汗の中に少しずつ咲いてゆく花その努力決して裏切らない最高もう初日が頭から離れんくってやばいでした普通にもうなんかもうなんか泣きそうな場面がすごくあって。 もう涙目です。ほんまにやばかった。お疲れ様でしたよ。綺麗でしたよ。ありがとう、さっき。サーとありがとう。ハマちゃんが何スにーンサータお疲れ様今日は昼夜り見れてよかった。うわあ嬉しい。見れましたかハマ響き。ちゃんと私を見れましたか第30ありがとう、サトダナミュー。AT シャツにハマって書いてる。書いてないよ。 本当はねこの T シャツにユミリーさんにサインをしてくださいっていう約束してたんですけど無理でした写真もユミリーさんと撮れなくてピエになったんですけど今度撮っていただきたいと思いますでもさユミリーさんがさドレス着てる時にすごく撮りたかったんですけど時間があまりなくてさよくでしたリー ジェリー竹井さんこんたけさお疲れ様でしたゆういちさんお疲れ様でしたありがとうございます懐かしい初日ねえ初日懐かしいよねもともとさ知ってたのですごく嬉しかったですほんまにお疲れ様でしたいのコンサートねえ最高でしたね私も最高だったすごく楽しくてなんだろうすごいねあのー、景色がやばかったなんか今までって なんかか自分は見る側どっちかっちていうと、まあ、そんなにコンサートにあんまり行ったことはないんだけどなんかなんかその自分がや,やる側になって見てみるとなんかすごく景色がすごく綺麗でびっくりしましたすごく楽しくてでもすごい緊張しましたね。 そう、ジティサコーン、いいね、ありがとう。マッツナビお疲れてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あ、今諦めずに諦めないで。諦めないで、諦めないで結婚して。うん。ごめんちゃい。<laughs> ごめんちゃいって。マッツン、かわいいありがとう。かわいい、ありがとう、マッツン。 ありがとう私さもともとさあの少女たちをめっちゃ好きでめっちゃ好きであの桜の木も大好きじゃないですか私で、ね、もうすごく嬉しくてそう私サステナブルとジュアル・デイズを担当させていただいたんですけどすごく楽しかった。 楽しかった、本当になんかすごくいい思い出になったし。経験。なんかすごい。ね、あら、あの、なんだろう。すごい経験をさせていただいて、本当に。すごいなと思いましたね。ちゃ <laughs> いい曲よね、それな。チュウチュウかって、ブレピン。 ナささピューロはいいよお先頑張れありがとうエミリンさんのいない人言うてるすぎて耐えられないね本当にそうですなんかエミリンさんがいないとなんか足りない感じが絶対するよねでもみんなどこにも行かないね。ハ <laughs> ピエルさんなピューバナナさんねそうなの今日の響きをその反響で顔見しました本当？ えー、嬉しい。嬉しい。浜田響を見てくれる人はいないだと思ってた。うめぴ。安野兄さ,さんもいいよ。n i y さんはいいよ。ぽぽやしまちゃんさ、こんばん。お疲れ様。ありがとう。M ちゃん、っとありがとう。ぐったんのえへへにタグに、えー、北沢って書いてあるらしいよ。え、はい、ほんまにええー、ほんまよ。見て。浜田って書いてある。えー 浜田ってて書いあえ浜田って書いてある,浜田って書いてあるやばっレピスターすれ近くで見れてよかったです気づいてないと思うっさ、えー、あれなえー、気づかなかった普通にさなんか全然ね緊張して見れなくったちっちんなんかさ結構さすごい広いからどこを見ていいか分かんなくってさえ、ね、ありがとうあれきり イェーめっちゃはありがとう。ゆいちさん、アビュー。おちゃありがとう。エビちゃん、さ、ナビュー。カミドリさん、アビュー,ー。落ちないで。ナビュー。もう今日さ、すごく最高でしたね、本当に。今日たくさん先輩方とお話ししたんですけど、写真戻っていただいたりとか、おきさんと、マイキューさんと、 3人で写真撮っていただいたりとか初めてサラピさんとも写真撮ったりとかリッセンさんとも初めて写真撮ったりとかサーヤンさんのピン写真を撮って私は今録画目にしましたそしてそしてひめカさんとも写真撮って、えっと、待って今自分の爪でさやったんだけど普通に痛かったえどういうことヤかりさんとも写真撮ってイーさんとも写真撮ってってもうたくさん。 先輩方写真撮らせていただいたんですけど今なユミニさんとは撮れなかったということでカナピエンそれだけがすごくカナピエンな話なんですけどさ最高 <laughs> でした <laughs> ディーディーがあってもうみんな帰ってどうしようみたいなでりこちさんにも写真撮っていただいてねでしかもさあのなんだろうりこちさんに「はがしてください」って。 はずかくずしてもらっちゃった。あは。あは。あはって感じ。あはって感じ。え、りこちさんにね、えー、めっちゃ好き。元気もらえるって言っていただいたんです。えー、みたいな。ラビューですよね。本当に。売れピーナッツだった。本当に。楽しかったな。楽しかった。なんか、夢のようなことで。 なんかねすごい楽しかったなあと思いましたねさなぴゅうりかさなぴゅえちさん,ーさんお疲れーありがとうありがとうございます引けてみたときの響きちゃん映えると思ったえほんまにそうかほんまに言ってる全然映えないよどこが映えるねん全然映えないよ全然映えないと思うよ

見てくれたんですかありがとうございますみなさんこんばんはーほーほほーてか本当にさなんだろうペンライトの色がすっごく綺麗でなんかほんに幸せだったなんかこの景色ってなんか当たり前に見れるものじゃないしと思ってすごく目に焼き付けたんですけど幸せでしたね最高でしたね ひろしさん、ハートありがとう。そしてナブルは大好きな曲。Hate, ねえ、いいよね。めっちゃ最高だった。ひろしさん、ハートありがとう。猫コんハートありがとう。ティカサナピュー。何かあったときはさせてください。何何かあったときはあって。今日も頑張ってありがとう。シュンちゃんラピュー。今、家に帰ってきました。お疲れ。お疲れ様です。初名前衣装。何それ、初名前衣装って。 世界に1つしかないシャツえ確かにそれな初生衣装そういやそれはない待って違う響の初めての衣装はあの新制服2023年の新制服が私の,あの名前入りですねこれはあ単なるシール貼ってあるだけそうでも嬉しいでもこれに絶対イメリーさんにサイン書いてもらうので持ち歩きたいと思います <laughs> 確かに確かにね福ちゃんさラビューユウタさんラビューうん,ふーん今日さ何だろう差し入れがすごくたくさんあってカヌレの抹茶を食べたんですねそうカヌレの抹茶食べておばったらあかりさんと喋るとる時になんかここに抹茶つけてたみたいで「なんで緑なの?」って口が「なんで緑なの?」って言われてえ みたいな恥ずかしいってなってで笑われましたねめっちゃびっくりボンでしたねー本当にラブユ昼夜センターステージのすぐ近くにそうなのね嬉しい響きのこと気づいてくれたゆったさんラブユ初見です初見はそう昼夜お疲れ様ありがとうすごく昼と夜気づけば終わってて えもう終わるみたいななんかもう時間がなんだろうすごい過ぎ去っててもう「へえびっくりー」みたいなほんまにびっくりーみたいな感じでしたねはい浜田響はびっくりでしたさあひちゃん見つけやすかったえなんでりこさん見つけやすかったの私えマジ見つけやすかったなんでなんで理由を述べよ <laughs> アキサナビュー、ディー,ディーじゃないよ。走りまして、ジュハルデイズとアステナブのヒーちゃんもいいようでした。え、響き映ってたなんか映ってない気がしたんだけど。悲しみを乗り越えてって。嬉しい。今日ライブ最高でした。ありがとう。ヤスオさん、ありがとう。岡部さん、あとありがとう <coughs>。素敵な写真、コレクション増えてよかった。え 素敵な写真コレクション何響きのこと撮ってくれた人がいたのマリシーさんもいいよツインひいちゃんが一番似合ってたホンマにうれしいそうあのお昼も夜もツインにしたんですけどかいですか売れミ。ぴみうれしい今日カリンさんからさツインなんか珍しくないって言われたんですけどうフフれぴみケータリング食べた食べたよ 今日の <laughs> <待って笑>何今今変なところに変な期間に入りましたケータリングね今日の今日のお昼はなんか美味しいんハニーマスタードのチキンとペンネグラタンと白ご飯とコーンポタージュとかだっってで夜は武蔵のお弁当でした さあ、さっき食べたんですけど見てこのさこんな感じでさ書いてあるんですすごくないですかすごいよねこう感じで書いてありましたねはい嬉しいでしたピアめさんこんばんはチさんに「あいっか金さ行って言われてない言われてない」 何の動くだよ。いちゃらめちゃ楽しそうだった本当、そう楽しかったもん、すごく楽しかった。さあ、しおりさん、誰もありがとう。のった。さあ、こんばんは。さあ、君もいいよ。としきのせいさん、もいいよ。卒婚、コン最高でした。ああ、楽しんでくれてよかったです。すごく意味、ゆみえさんの素敵な衣装も見れて、すごく可愛かったです。本当に。 すずさんお疲れ様でしたありがとう佐藤さんハとありがとうハ藤ありがとうちぃちゃんさらんュー佐藤さんハとありがとうゆうなん配信時間スタート全く同じでくさえマまじでゆうなとて気に合うじゃん私 LINE しようゆうなに終わったら LINE しようゆうなん響と一緒の時間に始めんだしげって <laughs> こんばんは今日もひーちゃんが一番かいかったホンマですかホンマですかそれ腕ピフフ腕れピミ売れピミれピ,ーミピー打ち合わせした何の何の何の打ち合わせサインしてプレゼントしないよ私だけだよ入手券でも気づいてなさそうだなと思ったわけよステ、えージか真ん中して見ててえなんかさ探したの私の ファンの方いないかなーって探したんですけど全然探せなかった全然探せなくてでもなんかなんだろうよく見る方はいるなっていう印象だったそうそうそう人はぜひさキャンディありがとうありがとうホろしくもありがとうコージさんラビューゆいちゃんグーグーありがとう髪型目立ったほんと だってたの猫たいいちょくちょく動いとるけん見つかりやすいかもえ嘘そんなに <laughs> 嬉しい逆に嬉しいゃョーーさんどーさこんばんはガすぎて気絶した絶対嘘やんかまいいありがとうハニーマスタード食べたことないがやっぱおいしいおいしいよしいあほんまにおいしいよど中なのひらさんあたありがとう武みそしのめんいいよねおいしいよね大好きです めさラピュー,ひーちゃん今日からラピュー何今日からって私からん唐揚げ。最高、美味しいよね。え、待って待って。あんこうの衣装がいないって感動涙みだ。引っ込んで、いや、それな。いや、待って、わかるよ。わかるわかるわかる。あのさ。 あの「桜の木になろう」でさなんかすごく泣けるのにこの a T シャツっていうのがすごく私は面白いなってすごく思いましたでもなんか面白くていいなって思いましたね本当に私さ「桜の木になろう」って本当に大好きなのね。本当に大好きだからもうなんだろう,そ,もうそこその前初日でも結構泣きそうだったのにゆミニさんから「入ってきてありがとう」 入ってきてくれてありがとうっていう言葉聞いただけでも泣きそうだったのにもうなんか本当に卒業されちゃうんだっていうすごく悲しさが来て泣きそうだったんですけど私が泣く受に行かないと思って泣きませんでした頑張りましたサムカさんにヒーちゃん撮ってくれてる人いるよエクセ見れるえー、本当みんな何枚か取ってくれたかなねありがたいよね響きを取ってきて 寄ってくれるなんてね。赤ちゃんさんいいじゃん。どうに。青いなぎさんなビュー。えモーティティーアイエヌさんハッタリガット。いいよ。私持って帰ってきた。えそんなに持って帰ってきてないよ。言うて。言うてだけど食べましたよ。えモーティティーアイエヌさんジゅウありがとう。新生新生もかわいよかった。よかったでしょ。あれ可愛い,いよね。可愛い,いんです。 あの今日はねめっちゃメール送ろう写真送ろうと思ってたらすごい時間経っちゃって明日だから送るねたくさんそしてなみおとお揃いのあのー、なんだっけスマホケースとかも写真送ろうと思いますうん仲よいけでひいちゃうか一番かけたほんまにか <laughs> ほんまにありがとうありがとう。 ありがとう今日か可い,いかったよなにまるちゃんさん今日可愛かったって今日ってなに日っていつもって言ってくれ今日もってかずぽさんなビューまるさんはビュー今体からにケット投げたら無理って言われたえひ、ー、びきも言うかもウン <laughs> でしってこわれでしょキャラだったでしょみミみン勝ちしたね嬉しいよねみャンみャんとでも結構ミャみミャみんといたので。 でしでたねうーん楽しかったななんか夢でしたねほんまに明日こそメール来るかな来るよ明日こそメール送るよこの3日間ぐらい全然遅れてないからねびっくりだわ響きも気づけば1日終わってんだもんねっねー髪痛いから外してもいいかなえみょんみょんもその服着てたじょる <laughs> そうでしょ そう、ミョンミョンとこっちに着替えたんですよそう、こう着たまんまさ、竹野さんにサイン書いてもらおうかなと思ってでもか、書いてもらう時間なかったのでちょっとだったんですけどね、待って待って普通に待って何これ <laughs> コンサーお疲れ様コンサーお疲れ様マルさん、ありがとうありがとうございますよ ありがとう、ジャッキー様、ビュー。ラビニュー。はあ、楽しかったなぁ。うんうん。楽しかった。俺、少しひーちゃん好き。おしまししそう。えもうおしまししてくれてるんだと思ってたよ。すーくん。思ってたんだけど、違うだった。ジャッキーさラビュー。 今日の配信、えへ、ー、T シャツ配信送ってしまう。<laughs> で、そう。みんなおそいあれじゃいひーちゃん、あれでよろしくお願いします。キャロットでしょじゃんちっちゃん。で、さっきさ、この白クマバーアイス食べたの美味しかった。これ、思ったよりもめっちゃ美味しくて、ちょっとこれはリピ買いしようかなって思いました。しかも、アイスミルクなので、まだいいかなっていう。最強の最強に美味しかった。 えかさみんなに質問したいんだけどさ今日さコンビニでさいちごの飲むヨーグルト買ったんですよ朝朝ね朝いちごの飲むヨーグルト買ったんですでそれを普通に買ったことさえも忘れていてそう買ったことさえ忘れててさっき帰ってきてリュック開けたらそれ入ってたのでヨーグルトも入ってたの普通のヨーグルトも r 1ね入っててそれ食べれると思う腐ってない大丈夫かなそれ食べたいんだけどどう思う 普通にさちょっとあのー、膨らんでたの若干ねほんの若干ねえ飲めないもしかしていや普通に今日買ったよ今日の朝買ったのいけないもしかしてえでももったいないじゃん普通に考えて R1 と R1 のヨーグルトと飲むイチゴのヨーグルトな,なわけですよ豪華なやつを捨てるわけにはいかないんですね 今冷蔵庫に入れたさっきね冷蔵庫に入れたんですけどでもお腹壊すのすごく怖くて乳製品じゃないですか両方ともだから迷ってる私は迷ってるうんーまあいけるしいけるし気持ちいいっしょいや気持ちの問題よなそれなそうだよねどうしよっかなそうだよね熱を通して消毒おいおいおヨーグルトたちをさ消毒さそうとすな ヨーグルトを熱にしたらもうやばいでしょまずいでしょ完璧に体にいいからプラスプラマイゼロプラマイゼロいや確かに <laughs> 確かに飲むのも食べるのも危険冷蔵庫に入れてないことならそう普通に冷蔵庫入れてないのえ入れとけばよかった普通に考えて開けていければいけるで開け開ければいける出ると明日朝 ん明日6時半からよろしくお願いしますよろしくお願いしますほほほほほ明日はねあのオンラインお話し会ですけど皆さん来てくれる人いるんですかねいないもしかしてだけどね明日え待って普通に服とか決めてないんだけどどうしたらいいかな普通にどうしたらいいかな <laughs> ねえ急にありがとうって ありがとう。ってこちらこそありがとう。今日買ってない,いけど。ね僕のはケーレ飲みます。えー、どうしようかな。ケーレ飲むんじゃないの絶対に。じゃあ、ッシャさんこんばんは。試しに。試してみる価値あり。ええー。なんで明日の話返すんださしますよ。いや、それなさしてください。今日に、はーいって。オンラインで見たけど固まりすぎ。どういうことオンラインで見たけど固まりすぎて。なになにそれ。明日 あ、参加できないので、月の話から話したらいいな。話そうね。話そうね。ヨーグルト飲むヨーグルト匂いしたらやめとけ。あ、そういうこと。え、一番匂いがすればいいってことね。はい、六枚で、かえたいてね六枚あるから耐え、たいてね。え、六枚もあるの。えー、嬉しい。楽しみに待ってます。六枚なんて、秒数です。秒数、秒速です。うん、間にありがとうございます。 嬉しいよ響とお話しするためにさなんそのチケットを買ってくれてるってだけでもう響は幸せやからほんまにもうありがたいよ明日も話しましょう今日にうれしいありがとう今ョニーさえへへええこんばんは酸っぱい匂いしたらやめてオッケー酸っぱい匂いしたらうん響の鼻が曲がってたらさ普通に考えてさ酸っぱい匂いしても分かんないんだよね普通に 会社からやけん、誰かにおしましする。え、しないで猫よ、ダメ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 です。猫たん、おしまししたらひーちゃん怒るで。悲しい、泣いちゃう。自分の名前の通りです。来年までひーちゃんに会える。なんで,でなんでなん玉木さん、こんばんはーひれやで、どっちもひっさり見てて、お疲れ様でした。えぇえミューシューさん、嬉しい響き見つけられた響き見れた ひびきひびき見たひびき見れたえー嬉しい嬉しい結構結構見てくれてるえー嬉しいリュッシュさん嬉しいだよお疲れ様こちらこそお疲れ様 <laughs> 一応朝から入れてないということで危険率高いマジかマジか シギさんもいいよ智亜紀さんキャンディーありがとう特に話すカートなくないいやダメ <laughs> ダメうふふふトミさん10ありがとうビッグウェブ様ビュー智亜紀さん,こんばんありがとうかずか見てくれたうん2人来てくれたよさささうんうんうん そう、姉ちゃんとねギリアニがね見に来てくれました嬉しいだったさっきねちょこっとだけねあったんですけどあははは嬉しいだったなうんうしいだったなんでって前の再販なかったから直接と話正早速大阪あるけどいやそういうこと玉木さんお花ありがとうひーちゃんのぐちゃぐちゃのどういうこと どういうことがつぼにはまりますえ待って私どういうこととか口癖なんじゃないんだけど響き普通に口癖じゃないようんうんじゃあこんばんは今日はありがとうね楽しかったイエーケイさんありがとう響き気づきましたかってみんな気づいた響きてかさ響きさあのさあの10枚目シングルさすごく あのー、新曲すっごい好きで私そう「君は何をか若い」まあねもう本当に大好きなんですねそう振りもすごく大好きなんですだから披露できてすごく嬉しいちょっと失敗しちゃったりとかも多分あったけどでも最終的にはすごく楽しんでできたので嬉しいだったです楽しいだったほんまに 好きへどんどんいんゃかわわありがとうねゲイさんありがとうね OKB さんこんばんは明日はいつもより早いいや、案内は11時から明日は11時からえ、どういうことどういうこと来てるお姉さんご飯行きましょうもう帰りました しかも来たのはねあの2番目ギャルの方ひン <laughs> の口癖増えたんやろう増えてないよめっちゃ良かったでほんまうるみーうるみみみずきさん結婚しだってひびきと結婚したらいいことないかもしれんでどうするそれでもええのたっちゃんさんラヴィー君は何公開するのか110万超えたから。 えめちゃめちゃえー、そうなのたくさんみんな拡散してくださいもうさなんかなんだろうこの曲を世界中のみんなに聴いてほしいからもういろんな人いろんな人に「STU のはこの MV いいよ」ってみんな言ってねすごい私好きだからこの曲聴いて聴いてってそう「エイリーサラビューのビヒラサラビュー」は昴生帰ってるまたねえー、気をつけて帰って ですからいつも一部あ早いの明日一部私はさ5時間目だよね明日養ってもらう養ってもらうって読むのかなこの感じって私養なえないよ普通に考えてギャル好きなの知ってますやんって誰がギャル好きやねんえギャル好きとか言ってないんだけど誰もうーんチャチャチャで普通にさこれ頭痛いから外してもいいかな いやくしようトくトよトゥトトトゥさんウイヨイヨユミリさんシートだっからよく見てしっかりいちゃん見つけましたかうハさんウェイヨーウェイヨーイサーシートだったかよく見てしっかりいいちゃん見つけました本ントですか嬉しいト <laughs> タトン,タン,タン

言言っっててななないいよよそんことはもうねね響き今から寝れますすごく久しぶりにゆっくり寝れるので。 すすごく幸せな気持ちで寝れます今日はあーなんかうーんこのさあのなんだっけこの期間の辺ってすごいこう何いろんなのが重なってたのでその僕隊のレッスンと落ち込んレッスンがもう。 こう交互っていうかもう本当に一日にこう入るとかなんかすごくもう毎日忙しかったからすごくねあの大変だったんですけど今日を無事迎えられたことがすごく響きは嬉しいことでした本当に嬉しいでしたねすごいねなんかもうたくさん覚えることがあって で頭が今もう今までの中で一番んか響きってあのレッスンじゃなくてなんだっけ響きって本当に今までテスト勉強とかしない派だったのし,なかっしてこなかった人で全くそんなにあの、まあ、美容師免許を取る,取る時はすごい。 一生懸命頑張って勉強したけどなんか本当に今まで以上になんか勉強したなっていうか勉強できたっていうかほんまに今まで以上に勉強してるんじゃないかなってから頭を使ったのでなん,かな,んか、ね、なんか今までで一番頑張ったっていうか。 響きの中ではまあ、頑張ったかなと頭がパンクするかと思いましたでもすごく今日は楽しくて幸せでしたねありがたいですなほんまに嬉しいなって感じですあムこさんありがとうハジチコンマーはちきめるるんアクセサリーつけてたあつけてたよここら辺ん髪,髪にリボンとかはつけれたのそう嬉しかっ 今までさ、衣装に、あのー、研究生はあんまりアクセサリーとかつけちゃいけないのね。そう、だから嬉しかった。なんだろう。なんかそう、がっつりのアクセサリーとかじゃないけど、嬉しいだと。いい表情で踊ってたの。配信でもわかりました。え、本当ですか配信そんな映ってないんじゃないでも。よしよ、お姉様、ま、ひいの、僕隊の初日連、連番しよう連番しよう 2番目がね、あの、見に来ることはめったにないんですけど来てくれましたね今さん「かんまテスト勉強」とかせんでいいよ <laughs> いやまあ、まあ、今までしてきたことないからまああれなんですけどそうしてきたことがないからこそなんかうん今までで頭を一番使ったなと思いましたねそう「うさんあっきー,ューよく頑張りましたありがとう可愛い,いけすべてよしほんまほんまか 一応今日いい人数の立ち位置は覚えると大変だろうと思ってました。そう大変でしたそうしかも広いのでなどこに移動するとかなんかそういうのもねどこの部分に移動するっていうのかすごく難しかったね。しかもさ全然踊ったことのない。 歌とかまたその数日で覚えて披露するのは、まあ、今までもそうだったけど今回は詰め込み詰め込みだったのですごくなんの苦戦しててなんか完璧にできたかって言われたらちょっと全然できなかったんだけどでも楽しくやり過ごすやったので。 良かったなーと思いますね。選べできるなんだから頑張るんよ。ありがとう。それちの歌のようにねー、歌詞のように一緒にちよね。いいじゃ頑張った、ね。ありがとう伊藤さん。嬉しい。いやゆめにみりさんおはお疲れ自分食術初勤のとお疲れ様お仕事。かぶさんありがとうクリアさなビューウェイよ。えー、ええー、えだよ。ええ T シャツです。 なんかこれ家宝にしたいほんまにでもサインを書いてもらうまではいよ、ね、あっそう本番前にさあのニュミンさんとマークスしてもらったりとか少しお話できてさ2部の始まるオーバーュアーとかなってる時かな MC あ,あれか なんか始まる映像が出てる時にそう話して <laughs> なんか子供みたいって言して多分そうそうなんかすごいユミニさんと喋っれてはしゃいじゃってて <laughs> すごく嬉しかったですねでその時にあのお願いがあるんですけどあの 「SAT シャツにサインあとで書いてもらっていいですか?」って言って「いいよ」って「全然いいよ」って言ってくれて嬉しかったですねまだ書いてもらってないんですけど嬉しかったですほなんまに何だ滝野さんと話せてるってことがさもうさもうすごいじゃん普通に考えてさそして始まる前に背中もボンって叩いていただいて。 ああもうありがたいですよねすごく元気が出まして可愛かったしすごく綺麗でした素敵でしたほんまにいいかがほうっていう,いう言葉は知ってるよ知ってるよいいのなんとかにみりさんさいどういうことみよみ戻ってきて全員揃ってよかったぜえー、それなもうみよみょん嬉しいです私もそうほんとんだろう一時期はすごく何みよと会えなかったんですけど途中からね ナーミョンも帰ってきて一緒にねほぼ毎日一緒にいたんですけど嬉しかったですミョンミョンが帰ってきてくれてすごくあのミョンミョンとすごく仲がね私は仲が良くて良かったのでミョンミョンがさあのあれなの活動休止ってなってあのなになにあれだよ なんだっけ活動休止ってなって最終楽千秋楽か先週,落か先週最終楽最終楽に出れないって分かった時にもうすっごく悲しくてもう号泣してたんですよ本んになんでなーみおんと出れないの?」みたいな感じであのすごく号泣してでも本当に戻ってきてくれて本当に嬉しいし本当に大好きですなーみお 本当に戻ってきてくれてよかったなぁと。今回もね、素敵な素敵な、あのー、ね、マーミュンとグリーンアリーナで一緒に戻ることができて、すごくうれしいでした。うれしいなぁと。本当に。マーミュさん、今日、ひのことがあったラジオえ <laughs>、yeah? え、いいよーって言われました。いいよって、えー、っては言われんかったけど。 寝ないと思ってる。持ってない。武田さんはとても優しかったね。優しい方です。本当に。コニンさんジュース。ありがとう。ありがとうございます。一期生卒業生も来てた。あ、来てらっしゃいましたよ。一期生さんの卒業生さん来てらっしゃいましたよ。見ました。エスティアーテートの人。やから多いね。どういうことどういうこと今。コロナこう一生 で、最うう、ね、も大変で戻ってきてくれた、本当に嬉しかったですね千秋楽か千秋楽かい千秋楽じゃないんかい千秋楽でした千秋楽ですねさあしいだった今日サッカーでハットトリックを決めてきました何ですかそれハットトリックとは初めて聞きました私は え、世羅クにョンのタイル持って行ったら響きねキョちゃがやれたんだけどえー、焼いた記憶が全然ないんだからどうしたらいいかなフ <laughs> ねえピミでしたうーんあー楽しかったな西美さんこんばんはこんばんは次はね牧隊公演に向けて頑張りたいと思います浜田響きうーん あーなんか今日本当に一日早くてなんか今日が終わりたくないなって思いましたね今日が終わってほしくない普通に考えてあのステージに立ってる時にあー終わっちゃうのかっていうすごく思いました今現在スティアン48人かなそうなんですよその48人がホテ48 イ8じゃんそのままなんですけど人数が減って減るのがすごく悲しいですね。ワンビーさんとも写真撮りましたよサ、うん、んんさんともね初めてあの写真撮っていただいたりとかに今日初めて写真撮っていただく方が多くって嬉しい日でした本当に。 うん,うん、うん、でも明日が来ないとヒット話できんや確かにそれなそうだね僕体もあるしね楽しみです作成が入ってめっちゃボリューム増、ま、した感あるえー、そうなの売レピミみレピミです売レピミです心の声も漏れなかったどういうこと心の声声トゥ てあああ嬉しいなジャンドさん10ありがととうう周年ですねヒューポンさんハハハハでもさほんとにさなんか喉喉へバチ行くてそうそう早く治さなきゃいけないな。

うんうん、今の日の心こからはそうですねって明日起きれるかな明日は起きれますしっかりえでも本当に今日寝坊しそうで普通にさ今日さ寝坊しそうだったのやばくないっつっ考えて普通にさあのー、何かなあのー、響きあれだったんですよなんだっけ 昨日気づけば寝寝てて普通に寝落ちしちしゃっててショールーム終わって一っときしたらさ気づいたら寝てたんですよで朝起きたら8時30分8時38分でえ待って普通に今日に備えて夜パックとかもしたかったし湯船に使った足もマッサージしたかったしいろいろしたいことがあったんですよそれなのに朝起きたらえ やばいやばいみたいなえ時間やばいじゃんみたいな1時間もなかったのね出発家を出発するのに待ってやばいってと思って電気もつけっぱでテレビもつけっぱでさ寝ててあもう終わった最悪と思いながら朝からお風呂歯に入ってでまあ間に合ったんですけどまあまあ間に合ったのでよかったんですがねもう しかもさでも響きがすごくすごいのはあのー、いつもそういう大事な時ってあのー、絶対的に目覚ましかけてないんですよ。<laughs> いや待って間違った目覚ましかけてなくて1時間前に確実に起きるの毎回だから天才なのそうです。 寝坊してんで、ね、寝静になっちゃうね、ほんと。よくないよここ怒られちゃう。ある意味、寝坊、それなやばいよね、普通に考えて。危ないでしたね、本当に。危なかった、危なかった。あら、あともう、四分じゃないか。では、先に何字を読もうかな。では。 では、13位から、13位、大十さん、12位、巨人、11位、瀬戸松チさん、10位、友キさん、9位、猫、8位、浜子さん、7位、広志さん、6位、ゆういさん、5位、ベースマーニーレイさん、4位、えー、佐藤さん、3位、M-O-T-T-O-N さん、2位、ゆう,ゆうゆうさん、1位は、松んです。ありがとう。 おほほほほなんかほこり飛んでるってほんまにほこり飛んでるからやめて <laughs> ありがとうございました疲れなんだよって <laughs> ありがとうございました日の面倒見る疲れますやめてください疲れないですお疲れ様でした本当に今日ありがとうこちらこそだよありがとうございましたいつか遅刻しそうだいや目覚ましかけるから普通に私は目覚ましをかけようと思ってたら寝ちゃってたんですね ででね、バチバチひいちゃん爪伸ばしてるんでいや違うです普通に切るの忘れてていやめっちゃ伸びちゃってるんですよ怒られちゃう怒られちゃう早く切らなきゃもう切りますよ危ないので切るんですけど今日は切る時間がなくて終わっちゃいましたはい難しかいいやそれのかけますよ火がつけないのマッサージするけもうマッサージしていただきたら明日マッサージいこうかな本当に ありがとうございましたこちらこそです皆さんありがとう配信ありがとうこちらこそだよおやすみなさいって皆さん本当に今日もありがとうございましたそして竹野さんのゆびにさんの卒業コンサートに来てくれた方も本当にありがとうございましたありがとうございました皆さんと素敵な時間を過ごせて最高でしたえ T シャツで

くすますお疲れありがとうリコーさん疲れ様おやすみなさいって皆さんおやすみなさーいでは皆さんありがとうなーまああと1分ぐらいあるんですけどあははでは皆さんまたねーまた来るねーっておやすみなさいおやすみひーちゃんですではおやすみなさーい バイバーイ。まつげです。<laughs> バイバイ。ああ、グッナイト。おやすみなさーい。バイバーイ。バイちゃんもあしふね。<laughs> おやすみー。at シャツでした。ありがとうございました。明日は寝坊しません。バイバーイ。